おはようございます。あなたを輝かせる心の目覚まし、天使のモーニングコール講座、ウニアキラです。今回は天使のモーニングコールの本放送の中で、この8月28日から全国で公開されるドキュメンタリー映画、奇跡との出会い、心に寄り添う3ですね。この映画に、レポーターとして勤めておられる木島凛さん、それから市原龍馬さんのこのお二人をゲストに迎えて、そのトークを放送したものを今回は取り上げてみたいと思います。このお二人はこの映画の中で、12人の奇跡を体験した方々をレポートしてます。実際に奇跡を味わった方々に直接触れてきたわけですね。その意味ではこの二人はまさに奇跡を目の当たりにした方と直接触れ合った、その感想を対談の中で述べておられるところがあるわけなんです。ではですね、まず皆様にその本放送の一部をお聞きいただきたいと思います。どうぞ。この映画はですね、奇跡をテーマにした映画となっています。末期がんや白血病、そして心筋梗塞、不慮の事故などからお医者さんも驚くような驚異的な回復をした方々にインタビューさせていただいて、なぜその方たちに奇跡が望んだのかっていうのを市原くんと一緒に取材させていただきました。一番大きかったのは、どの人も神様を信じてるってこと、とか、あと自分の本質が体じゃなくて魂なんだ、心なんだって、さっきおっしゃっていたその霊的人生観の部分、これがやっぱり一番かなっていうのはすごく思って、なんか心が本質で、これを成長させるために一つの魂が、天正輪廻、生まれ変わりを繰り返してるっていうことをなんか信じきってるからこそ、もう死と隣り合わせの絶望的な状況でも逃げずに、その自分と向き合い続けて、何か学び取ろうとか、もっと人を幸せにできる自分になるためにはどうしたらいいんだろうってことを考え続けた方々だったなってすごい思いますね。やっぱり一人一人が本当にこう霊的な人生観を生きておられるのはすごいことだなって、今簡単になんか言葉では言えるんですけども、なかなかやっぱりできることじゃない、実践するのはすごく難しいことなのに、神様から与えていただいた命なんだっていうのを、なんかもう心の奥深くでこう実感されている方が皆さんそうだったなと思って、あと自分の人生についてこうしっかりと向き合ってる姿もすごく印象的でしたね。やっぱりこう苦難困難から逃げずにちゃんと向き合って、自分のどこがいけなかったのかとか、本当は肉体的にも怪我してたりとか、その事故で思うように動かなくて苦しいはずなのに、そんな中で自分のどこがいけなかったのかとか、もっとこういうことが相手のためにできたんじゃないかとか反省するっていう行為が、そもそも本当に素晴らしいなって、なるほど、はい、そこからなんか学ぼうとする姿勢っていうのがすごいなと思いましたね。この肉体が機械として生きて使命を終えて亡くなるというのが、普通に考えられる常識的な考えでしょうけれども、そうではなくて、ご丁寧にも皆さん方の体の中に魂っていうのが宿っている。その魂は過去幾転生もしてきた記憶もまた持っている、それにつながっている魂なんですね。これはすごい奇跡なんですよ。世界が、私たちがこの世に生まれて教育を受けて知ったものよりもはるかに大きなものであって、奇跡に満ち満ちたものであるということが分かってきつつあります。そうした悟りの中で自分自身とは何かということをつかむことができると、今までの皆さん方ではとても不可能だと思えるようなことが現実には起きてくるようになります。それが皆さん方の殻を破るということなんですね。肉体の中に宿った自分でしか自分を見えなかったのが、そうじゃない自分が見えてくる。
霊天上界にいたり、魂の兄弟というのが存在したり、この世に時々生まれ変わってきて運命の人と出会ったりこの世でしてるんだ。すごいファンタスティックな世界ですね。そういう世界が現に作られているということが次々と新しい証拠が出てまいります。私たちがこの地上で生きているということ自体が本当に魔法の時間を生きているかのように感じられます。やっぱり奇跡というのはいつの時代にもあるものなんです。その時代の中を皆さんが生きていらっしゃるということを知っていただきたいと思います。そして皆様方がこれから人間として生きている間に、まあ、いくつかの試練に遭うし、その時にはとてもハードな気分を味わえることであろうと思います。しかし現在自分自身がこのぐらいだと思っているものよりもはるかに大きな力が実は潜在的には自分の中に潜んでいるんだということを自覚するときに、皆さん方はもう一段変わった自分自身に変わることができます。悲しみや苦しみと見えしことも現実には皆さん方の魂を磨くためのヤスリにしか過ぎなかったんだということを知ることになると思います。この奇跡との出会いというドキュメンタリー映画、その中でこのお二人ですね、木島凛さんと市原龍馬さんがいろんな方々に奇跡体験をされた方々と、まあ、触れ合って実際にお話を聞いてきた、そのドキュメンタリー映画でもあるわけなんですね。そしてこの二人対談の中でもいろいろと述べておられるわけなんですけれども、本当に信じられないような奇跡を体験した人たちから聞いた感じた共通とするものなんですが、それが何かというと、私たちはこの世において人生というものを生きているわけですけども、人生の持つ意味というものを感じられたりとか、あるいは、霊的人生観というふうに申し上げますけども、肉体を超えた自分自身の本質は霊であること、この死というものを迎えた後も人生があること、永遠の生命として、霊的存在が生き続けていること、こういうことを深く実感している人たちでもあったわけですね。そして何よりもこの方々というのは神という存在をやはり感じ取って、そして神への信仰というものを持っている方々でもあったわけですね。そういうことを感じておられたわけなんです。そうすると、人間が奇跡を起こすということが一体どういうことなのか、そのメカニズムということがだん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 見えてくるのではないかというふうに思うんですね。先ほどお聞きいただいた大川隆法総裁の法案の中に、奇跡を起こす力というご法案の一部をお聞きいただきました。これは鋼鉄の法という経典に収められている、まあ、法話でもあるわけなんですが、この中で大川総裁が言われていた言葉があります。それが何かというと、すべての人には魂が宿っているということ、これも奇跡であると、こういうふうに言われているんですね。すべての人に魂というものが宿っている、これ自体がもう奇跡なんだというふうに言われているんですね。そして、その魂が宿っている人って誰が宿っているか、一部の信仰を持っている人が魂を宿しているわけではないんです。すべての人間は魂というものを宿しているんだという事実をぜひ知っていただきたいというふうに思うんですね。神という存在を信じていようが、あるいはいまいが、その人の魂に肉体の中核部分にある本質部分は魂という存在が宿っているんだということなんですね。ということは、人間一人一人すべての人が実は奇跡とともに生きているんだという事実を知ることもできるわけなんですね。この事実を知っているか知っていないか、あるいは
感じているかいないか、奇跡とともに生きているんだということを、感じることができた人は幸福な人生を生きることができます。でも奇跡の中に生きていながらそれを奇跡と思わないで生きる人はある意味では寂しい人生を生きていると言っても良いかもしれません。その意味ではこの奇跡を感じ取りながら生きるためにどうしても必要なことが神という存在であり、その目に見えない神を信じる力、信仰の力というものが人間には必要であるんだということでもあるわけなんですね。幸福の科学ではそのために全世界の人々に信仰の持つ大切さということを伝え続けているわけなんですね。皆様は、私も含めて全ての人は奇跡の中を生きています。なぜならば私たち一人一人の中には魂という存在が宿っているんだという事実を知ることが奇跡の始まりでもあるわけなんですね。その意味で、ぜひですね、この肉体中心で生きている肉体が全てだと思っている人のもとに実は奇跡がなかなか起きないんです。先ほど、奇跡を起こす力の法話の中でこういう言葉も言われております。それは、自分自身の殻を破るという言葉を使っておられました。その自分自身の殻とは一体何かというと、この世が全てなんだ、肉体が全てなんだ、あの世なんかないんだ、魂なんかないんだ、神や仏なんていないんだ、こういう考え方を持つ人のところに殻というものがどん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 生まれてきます。そしてその殻が熱くなってくるんです。その殻の熱さが奇跡を起こさないまた要因になっているわけなんですね。しかしその殻を破るためには神という存在を知ること、信じること、そして自分自身もまた神の子であり魂を宿している、この肉体が全てではなく肉体をの死を迎えた後も霊的存在として永遠に生き続けるんだということを信じる、そういう生き方こそが自分自身のこの肉体に基づいた殻を破ることができるわけなんですね。これを宗教的には自我というふうに言います。この自我の殻を壊すこと、そこにその殻がパリンと割れて、そしてそこに自分自身の中にある仏の光というものが差し込んだ時に奇跡というものが起き始めるわけなんですね。この世では考えられないようなことが起き始めます。これを奇跡というふうに呼ぶんですね。この奇跡は神と共に生きている自分自身の発見でもあると思います。その意味でぜひですね、全ての世界の人々にこの奇跡との出会いという映画をご覧いただきたいというふうに思います。これはある意味では人ごとではないわけです。この地上に生きているほんの一部の人に奇跡が起きているわけではなくて、実は神という存在を信じ、自分自身もまた神の子であるということを確信持った時に全ての人に奇跡というものが起き始めるんだということでもあるんですね。その、そういう心を持てる自分になるためにもぜひこの映画を見ていただきたいというふうに思うんですね。詳しくはぜひですね、この天使のモーニングコールの本編をお聞きいただき、この木島凛さん、市原龍馬さんの対談を聞いていただきたいというふうに思います。番組公式ホームページからお聞きいただくこともできます。 YouTube チャンネルからでもご覧いただくこともできます。詳しくは概要欄をご覧ください。また次週の天使のモーニングコールの放送回は毎月あります心の指針というものがありますが、大川総裁から発信していただいている心の指針の中のテーマとして初恋の時というテーマになっております。ぜひまた来週の放送もお楽しみいただきたいと思います。このチャンネルをご覧のすべての皆様が神の存在を信じ、そして自分自身の
本質、霊的なる存在、魂が宿っている字という事実を確信を持って、そして奇跡を実感していただきたいと思います。そうすれば必ずこの地球上は素晴らしい幸福な世界で満ち満ちていくことを確信しております。そういった世界が一日も早く実現することを主エルカンタレにお祈り申し上げたいと思います。ありがとうございました。